hold your time waiting for that second chance for a breakdown. Make it okay. There's always some reason to feel. ライフトロントをご覧の皆さん、こんにちは。筒由紀子です。この度はゲストに呼んでいただいてありがとうございます。1曲目、サラ・マクラクランのエンジェルを歌わせてもらいました。この曲を選んだ理由っていうのが、私ずっと前にブリティッシュコロンビア州のネルソンというところ、結構山の奥なんですけれども、そこに音楽留学をしてまして、その時一緒のクラスメートだったそのボーカル科の女の子が、あの女の子たちが結構サラ・マクラクランの曲を歌ってたんですよ。でこの曲もエンジェルっていう曲も、あの当時クラスメートが歌っていて、本当にいい曲だなと思いまして、それからもうサラ・マクラクランの大ファンです。でカナダ人のアーティストの中でも本当にもう一二を争うぐらいに私本当に大好きなシンガーソングライターの一人なんですけれども、であと記憶に新しいところだと、あのサラ・マクラクランはノバスコシアの出身で、
この間銃撃がノバスコシアであった時に、4月にあった時に彼女が Facebook のライブでこの曲を追悼として歌ってました。もしかしたら聞いた方もいらっしゃるかもしれないなと思って今回選ばせてもらいました。次の曲はアウトサイダーというオリジナル曲を歌いたいと思います。この曲はちょうど去年の終わりぐらいに書いたんですけれども、私2016年の4月にトロントに来て、その時やっぱり新しい街に馴染めるかなっていうふうに不安だったりしたんだけど、その時の気持ちをこう思い起こしながら書いた曲です。やっぱりなんだろう、初めての街に関わらず新しい職場だったりとか、まあ、いろんな新しい環境に行くと、まあ、自分がちょっとこう浮いてないかなとか、馴染めないなとか、なんか周りの人とうまくやれてるのかなとか、そういうふうな不安になる気持ちをオリジナル曲にしました。ということで聴いてください。改めまして、こんにちは、筒井由紀子と申します。いかがお過ごしでしょうか。私は秋田県の秋田出身なんですけれども、2016年の4月にトロントに引っ越してきました。で、これまでの経緯は、私もともとすごく洋楽や洋画が小学校の時から大好きで、ずっと海外に住みたいって思ってたんですね。で、まあ、その後秋田から東京に引っ越しまして、音楽活動、音楽事務所に入ってアカペラ
グループとしてブライダルなどのイベントで歌わせてもらってたんですけれども、そういうふうな活動をしていくうちに、やっぱりこの昔から憧れてたカナダ、まあ海外に行って、で英語圏の中で歌をレッスンとか受けて歌を勉強したいなとか思うようになって、でお金を貯めてワーホリに来ました。でそのワーホリで来た当初はすごいいろんなところに行ってみたくって、ホワイトホース行ったりとか、あとナナイモのホステルで住み込みのバイトしたりとか、あと音楽フェスティバル、モントリオールのジャズとか、オタワのブルースフェスティバルとか、あとトロントにもその時1ヶ月ちょっと滞在して、いろんなフェスティバル見て回ったりとかしてたんですよ。で結局はブリティッシュコロンビア州のネルソンという山の中の結構小さい町にいた時に、たまたまそこで音楽家、カレッジの音楽家を見つけまして、で結構評判が良かったので、そこに勢いで入り、で学生ビザに切り替えて、そこから留学生活が始まったんですね。なので最初の半年ぐらいはワーホリとしていたんだけれども、その後切り替えて学生になって、で卒業してから今度バンフに移って、バンフで1年半ぐらい写真展で勤務して、勤務しながら音楽活動してました。でその後に日本に一旦帰って、日本からその永住権の申請をして、それが通った後に2016年の4月に、まあ、カナダに、今度はトロントに戻ってきたという経緯です。で当時そのトロントにワーホリ時代に1ヶ月ぐらい滞在していた時に、ケン・ヨシオカさんという日本人のブルースハープ、そしてギターを弾く方と知り合ってたんですね。で、彼のライブ見させてもらったりとか、ゲストとして参加させてもらったりとかして、当時からずっと連絡を取り合ってたんですよ。で、今回トロントに戻ってきた時も、まあ、同じように彼のライブに出させてもらったりとか、見に行ったりする中で、彼の音楽仲間と知り合う機会ができて本当に感謝してるんですけれども、そのミュージシャン仲間の一人にドネー・ロバーツというマダガスカル出身のギタリストの方がおりまして、でその方と知り合ったら、たまたまその時彼のバンドでキーボーディストとバックアップボーカルを探してたんですね。で、たまたま本当に私が運よくそこに入ることになって、で、それ以来、彼のバンドのメンバーとして、いろんなフェスティバルだとか、あとはあちこちのそのライブ、イベントだとか、ライブ活動をさせていただいています。で、その彼のバンドとは別に、また彼とデュオとして、マダガスカル、そして日本の音楽のフォークポップデュオ、みたいな活動も2017年の終わりくらいから始めておりまして、彼のバンドの方は結構マダガスカルのそのちょっとアフリカンなリズミカルな踊れる曲が多いんですよ。そういう曲が中心なんですけれども、本当にフルバンドでやっていて、でもこのデュオの方はドネーが結構もともとフォークソングもすごい好きだっていうことで、メロディー重視の本当にボーカルのハーモニーを大事にするっていうコンセプトでデュオを組んで、でレストランだとか、あとはカフェとか、あと TTC のサブウェイミュージシャンのライセンスを取って TTC で活動したりとかしていたんですけれども、まあ、今こういう状態で外では演奏できないので、ぜひ再開したら遊びに来ていただけたら嬉しいです。で、私がここでやりたいなって目指してる音楽っていうのが、先ほども言ったように、もともとカナダにはかっこよく現地の英語圏の中ですごく歌を勉強したいとか思ってきたんだけれども、実際カレッジに入学した時に、私が英語を母国語としないただ一人の生徒だったんですよ、学年の中で。で、他の生徒さんたちはもう本当にカナダのあちこちから集まってきた地元の生徒さんとか、あとは留学生って言ってもアメリカだったりとかオーストラリアからの留学生で、もうボーカルで例えば学内オーディションとかで、じゃあ皆さん即興で英語で歌ってくださいって言われた時に、私がその時歌えるのって、I'm walking on the street とか、すごいザ単純な歌詞とかしか歌えなくって、これ、太刀打ちできないやっていうふうに思ったんですね。
で、それと同時期に、そのクラスメートから、まあ、ユキコが歌う日本語ってすごいやっぱり本格的でまあオーセンティックで素敵とかって言われまして、で、むしろその英語の歌を日本語に翻訳して歌ってとかまで言われてたんですよ。で、それを歌った時にみんなの反応が、うわーすごいみたいな感じになって、もしかしてこれ私、ここで日本語で歌った方がいいんじゃないとか思い始めてきてたんですね。で、同じくその、学生時代にそこのブリティッシュコロンビアのクートニーエリアっていうところなんですけれども、そこって日系カナディアンの歴史がすごく色濃いところで、で、そういう歴史にも実際こう目の当たりにして触れたときに、やっぱりこの日本人としてのなんか感覚だとか、まあそういうふうな出来事に基づいたことからこうインスパイアされたものだったりとか、そういうふうなことをやっていきたいなっていうふうにすごく思うようになってきて、あとはやっぱり海外に来て日本から長期間こうやって離れてみて改めて日本の伝統芸能の良さにすごい気づかされたんですよ。で、もちろん自分はその伝統芸能を本格的にトレーニングされたわけではないので、ちょっとまあインスパイアされたっていうことしか今はまあできないんだけれども、そういうものを取り入れつつも、こちらでやっぱりトロントってすごいカナダの他の都市ともちょっと違っていて、都市っていうか街とも結構違っていて、もう移民の数がすごく多いじゃないですか。もうザ・ダイバーシティという街で、で、各国の文化をそのまま受け入れてくれる土台が整ってるなって思って、で、他のミュージシャンたちを見ても結構そのいろんな文化の音楽をこちらでやっていて、それがそのまま受け入れられているっていうのを結構見てきて、あ、これじゃないかなっていうふうに感じてきて、なので今自分が自分アルバムに向けて制作中なんだけれども、そういうふうなことを目指して、自分が日本人として伝えられていけるような音楽を目指して活動しています。で、最後の曲3曲目なんですが、オリジナル曲の祈りという歌をウクレレで歌いたいと思います。で、この曲は去年の終わりぐらいに書いた曲なんですが、秋田民謡をモチーフにした歌で、秋田の民謡のなんだろうね、ちょっとえんやえんやっていうお囃子だったりとか、あとちょっとこう旋律がこうヒントを得た旋律が入ってます。で、港の歌で、私港の方の出身なんですけれども、海をこう、やっぱり港なので、こう、海をこう越えて、で、日本へ、思いをこう届けるような、日本にいる家族だったりとか、友達に思いを届けるっていうふうな、この祈りっていうふうなタイトルをつけたんですよ。で、去年この歌を作った時は、まさか、なんか今年こういうふうなことが起きると思ってなかったので、今年、まあこういう状況になってから、まさにこの、ぴったりだとか思って、もう日本にいる人たちの安全だったりとか、日本のそのものの安全を祈るっていう。で、最近このパンデミック中にレコーディングしまして、リリースします。で、ギターにドネー・ロバーツ、一緒にデュオとして活動しているマダガスカルのギタリストが入っていて、で、彼のちょっとバックアップボーカルも入っていて、まあ彼と私のダブルプロデュースという風な形で作りました。あとは、トロントですごく大活躍しているバンドの Sultans of String というバンドメンバーのベーシストのドリュー・バーストンっていう方がウッドベースを弾いてくださっているので、ぜひレコーディングの方の祈りも聞いてみてください。秋田も民謡の王国って言われてるので、そういう良さももっと出していけたらなっていうふうに思って活動しています。今回ゲストとしてライフトロントさんのメディアの方に出させていただいて本当にありがとうございます。そして最後まで見てくださってる方々も本当にありがとうございます。皆さんの安全を祈っております。で、Facebook、Twitter、あと Instagram もアクティブに動いておりますので、ウェブサイトの方もありますので、つながっていただけたら嬉しいです。ぜひ検索して見つけてください。それでは祈り
聞いてください。ありがとうございました。じゃあね。